もう三角関数の魅力をどっぷりお伝えしようかなと。こんなの教科書持ってないですよ。学べエンタメに、どうも、サイボーグの先生です。さあ、昨今巷でですね、三角関数がトレンドになってますよね。三角関数よりも金融経済を学んだ方がいいと、ある政治家が言ったことに対してですね、波紋が広がってます。その中で僕はですね、それに異を唱えたいとか、それは正しいというわけではなくて、単純に学びをエンタメにという観点からですね、もう三角関数の魅力をどっぷりお伝えしようかなと思ってます。今回ですね、選んだのはこちらです。千葉大学の約9年前の問題なんですけれども、これをですね、普通に解くだけでも難しいんですけれども、せっかくなら、3つの解法解けますかという、もう数学好きにしかね、もう解けないんじゃないかっていうミッションを課したいと思います。ただですね、数学が苦手な方も得意な方も、発想はしなかったけれども、数学って奥深いなとか、面白いなと、そう思ってくれるだけで、僕はハッピーです。ということでですね、この一つの問題から無数の学びを得ていきましょう。それでは行きましょう。レッツゴー!まずこちら、タンジェント10度、20度、40度、まあ、有名角ではないので、ここはよくわかんないと。30度だけはわかるよ。ただそれだけだと、何も出ないと。手も足も出ない。じゃあそうなった時に、どうですか、まあ、10度、20度、30度、40度っていうのを、はい、個別で考えるとできないですよね。もっと言うと、ここポイントなんですけれども、まあ、10度、20度、40度っていうのは有名角ではないので、それぞれをこう数字で求めるっていうのは難しい。でもう一つ難しいゆえん、これ何だと思いますか。実はこれタンジェントにあるんですけれども、タンジェントって実際積和公式がないですよね。これがもしサインとかコサインだったら積和っていうパターンがあるのでさささっといけるんですけれども、タンジェントは正直ですね、もう加法定理ぐらいしか有名なのはないです。この時点でおそらくですね、はい、加法定理を使うしかないんじゃないかな、こういう発想になるわけです。でもっと言うと、はい、三角関数っていうのは有名角を基準で考えましょうっていうものがあります。じゃあ今回、はい、有名角を基準で考えるとどうなるかっていうと、例えば30度でそれぞれ表せないかなと。つまりこういう発想になるわけですよね。これはよくわかんないですよ。よくわかんないですけれども、もう消去法です。積和公式使えないし、まあ、加法定理なんじゃないかな。あとは有名角をなんとなく基準で考えると30度と10度、そして残ってるのが30度と10度。ってことはおそらくですね、こっからはどう考えるかっていうと、10度と30度を基準にして考えればいいんじゃないかなと、まあ、こういう発想になります。じゃあまずですね、タンジェント30度はルート3分の1ですけれども、タンジェント10度がわかんないので、はい、こうしましょうか。はい、このようにしたら、じゃあ20度40度どうなるかっていうと、加法定理です。こうなるわけです。覚え方ありましたよね。タンジェントの加法定理はリズムで覚えます。1引くタンタンタン足すタン、1引くタンタンタン足すタンなわけで、これ、引く算になったら、逆です。1足すタンタンタン引くタンになると、牛タンが食べたくなるお年頃ですけれども、まあ、こういうふうになりますよ。じゃああとはルート3分の1とか t 直して、ここはちょっと計算しましょう。するとどうなるかっていうと、このようになるわけです。20度と40度、こうなりますよ。で、ちょっとこれ解法2じゃないですけど、続きをここ書きますね。続き書くと、じゃあ右辺でどうなりますかっていうと、こうなりますよね。あとは、この左と右のものをガッチャンコしてあげると、このようになるわけです。これが、もちろんあれですよ、将来的に t とかなれば勝ちなんですけれども、これが難問のゆえん。これをですね、いじくろうとしても、t って出ないんですよ。あれってなるわけね。右辺イコール3円ですから、これイコール t になればいいのに、よくわかんない。ここで手が止まった人多数です。その次にどうすればいいのか。3円を考えたいんですけれども、僕たちはこれから面白いところですよ。何をしたかっていうと、ここです、大事なのは。10度と30度で考えたじゃないですか。もちろん左辺っていうのは10度なんですけれども、有名角に注目するっていうのは忘れないでください。10度と30度を使って何ができないかな。今回、例えば θ を10度とすると、有名角使うには3倍すればいいですね。つまり、これを使えないんじゃない?使えるんじゃないかな。こう考えてみてください。タンジェント3シータがルート3分の1。これは正直突拍子もない発想ですよ。よくわかんないから他の視点で考えよう。これ数学大事なところです。詰まったら他の視点で考える。じゃあこれどうなるか。タンジェント3倍角なんてわかんないですよね。これも加法定理で考えましょう。じゃあこれどうなるか。はい。3倍角はこのようになります。2倍角と1倍を使いました。じゃああと2倍角はどうなるかっていうと、こうなりますから代入しましょう。すると、はい。こうなるわけです。まあ t っていうのをこうしましたよと。で、タンジェント 3θ っていうのは30度ですから、これがルート3分の1になればいい。こことここ比較しましょう。何か見えませんか?これどうですか?なんか同じに見えます?見えませんか?せっかくならこうしますか。ここを代入しちゃいましょう。代入するとどうなるかっていうと、なんと消えますよね。ここ消えて何が残ります?実は t が残るわけです。ということでですね、実はこれ、右辺が t ということで左辺になりました。実はこれが一般的な解法なんですよね。一旦ここでスクショタイムを取ります。
ということで、まあこういう風に解いたよって方が 80% ぐらいいたと。じゃあした時に数学の魅力っていうのは別解です。引き出しの多さです。じゃあ解法にどう考えますかと。それがですね、実はヒントを言うとここ。これを無理くり使うっていう方法になります。じゃあ一旦これ消して考えましょうか。はい、ということで解法2になります。さっき言ったように今回は、はい、積用の公式に持ち込む。つまり持ち込むためには何をするかっていうと、はい、サインとコサインで表すということをします。これを一旦サインコサインで表したいんですが、1、3でちょっともったいない。積用を使うときには20度と30度で足したら50度になります。10度と40度足したら50度になります。ってことはその組み合わせ同士に持っていきたいので、タンジェント40度いったらですね、ここに割りましょう。分数作ります。示したいゴールをちょっと変更しました。タンジェント40度ってのは0じゃないですかね。じゃあこれをちょっと変形していきます。サインとコサインだけで表しましょう。こうなりますよと。サインコサインコサインサイン。で、サインサインコサインコサイン。じゃあここで、積和を使いましょう。積和覚えてますか？積和の公式。はい。マスラボというチャンネルがありまして、そこのショーズに載せてます、語呂合わせを。ぜひちょっと書きますね。こうなります。語呂合わせ、四国へ出首、汽車出首、ゴー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 、汽笛を鳴らして出首、ゴーゴーですね。はい。いろんな覚え方ありますよ。導ければいいって人いますけれども、共通テストでこれパッと出たら、もう語呂の方がスパッとね、出ますからね。じゃあこれ、どうなるか考えていくと、実は、このようになりますね。これは示したいものの同値変形ですから、これを示せばいいわけです。じゃあこれのもう一回同値変形すると、掛け算しましょう。それぞれすると、はい、こうなりますよと。じゃあこれもう一個同値変形すると、実ははい、このようになります。結局この結論っていうのはこれを示せばいいわけです。もっと言うとサイン30度は2分の1なんで、コサイン10度を示せばいいになります。じゃああとはどうするか。実はこれ形見てください。2倍角でございます。これはサイン100度になりますよと。サイン100度はコサイン10度は？思うかもしれませんが、実はこれ簡単ですよ。あとは思い出してください。90度足す10度ですよと。これどうなるんでしたっけ。サイン90度足すシータっていうのはコサインに変わりますよね。シータがシータということで、実はこれを示せば良いということ。サイン100度っていうのはこうなるから、これが示されたってことは、だん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 遡っていくと答えも示せますと。やったよということになります。これは解放2ね。はい、じゃあここでスクショタイムを取っておきます。もう解放3はね、一瞬で終わります。実はこれ宿題にしたいんですけれども、タンジェントの3倍角っていう裏公式があるんです。ぜひコメントで分かった方書いてみてください。示してみてください。裏解放としてこれが成り立つっていうものがあるんです。こんなの教科書載ってないですよ。これ示そうとも示せます。じゃあこのタンジェントの3倍角もし知ってたらどうか、まあ、これを示せなきゃいけないかもしれませんが、知ってたらこれどうなるかって10度代入してみてください。20か、20を代入する。それどうなるかっていうと、こういうね、なんかよくわかんない出てきた。タンジェントっていうのは、これはタンジェント30度分の1になりますよね。これはそのままにして、これはタンジェント10度分の1になりますよね。ということで入れ替えると、実はこの式になります。これが、解法3、3つ目の解法でした。こんなのね、裏技じゃんと思うかもしれませんが、まあ、頭の片隅に入れといてもいいですよ。もしかしたらタンジェントの3倍角、知らない人多いと思いますので、こんなね、綺麗なものがあったんだと。三角関数はですね、美しいんです、いろんな公式が。で、これがですね、美しいがゆえに、いろんな単元で三角関数が登場します。だからこそ僕が言いたいのは、異を唱えるわけじゃないんですが、三角関数っていうのを知ることによって、世界が広がるのは確かです。だからそこはですね、まあ、広がんなくてもいいよって人もいれば、広がった上でいろんな数学のさらなる面白さを、魅力を体験したいな、追求したいなと思える人が僕は一人でも多く、増えてもらえれば嬉しいなと思います。はい、ということでですね、今回もちょっと深掘りましたけれども、この動画良かったと思う方は、高評価、チャンネル登録の方もお願いします。このパサラボではですね、こういった数学の深掘りもね、解説してますので、ぜひ魅力を知りたい方はチャンネル登録の方もお願いします。それでは、今回は以上になります。お疲れ様でした。バイバイ。パッパッパッシャレ、今日もパッシャレ。パッパッパッシャレ、今日もパッシャレ。パッシャレ、そうディフィカルト。答えは、概要欄から。バイ。